ここだな。陸上部の部室は奥か。背が伸びたね、なっちゃん。ゆきちゃん、髪伸びてて分かんなかったよ。ほら、なっちゃんが伸ばした方がいいって言ってたから。そっか、文通の返事が返ってこなくなって心配してたんだよ。ごめん、引っ越してからいろいろあってさ。でも今日からここに転校なんだ。本当に？なっちゃんがここだって知ってたし、顔見たいと思って探してたんだ。でも陸上部は意外。たくさん話したいことあったんだから。まだ部活中だろ。私もこの後行くとこあるんだ。慌てなくてもいつでも会えるよ。そうだね。部活頑張れ、なっちゃん。うん、またね。明日ね、ゆきちゃん。ゆきちゃん、転校してきたんだね。その呼び方やめろ。名前で呼ばれるの好きじゃねえんだ。だって今うるせえ。あの子はいいんだよ。俺のこと覚えてるよね。さあ、どうだっけな。運命の出会いなんだけどな。商店街で一度会っただけだろう。懐くな。ひどいな、ゆきちゃん。それやめろ。よう、網口、探したぜ。尾形年次。なんだ、ガミネの高宮じゃねえか。こんなとこで何やってんだ。殴り込みじゃねえだろうな。転校してきたんだ。転校ね。制服違うじゃねえか。これはメガネ野郎の手違いで。いや、あんな少女趣味の制服着れるかってんだ。だけどこんな時期に転校すんのおかしくねえか。人にはそれぞれ事情があるだろ。何か企んでるかもしれねえぜ。因縁つけるのも大概にしろよ。じゃあなんでこの学校に来たんだ。なんでって、そりゃあ。連れてきました。行くんだ。待ってたよ。君は外してくれ。彼女と二人で話したい。高宮ゆき、16歳、鈴ヶ峰女子高等学校1年。男子校に乗り込んで不良生徒数十名と乱闘。12人を病院送り。なかなかの難物だ。二学校のやつら死にはしなかったかい。骨折が3人、他は打撲と軽傷だ。そりゃ残念だ。ふん、なんだよ。あいつらが仲間に手出ししやがるからけじめつけさせただけだ。あんたら大人には関係ねえ話さ。留置所からわざわざ引っ張り出してご苦労なこった。煮るなり焼くなり好きなようにしろよ。まあそうやけになるな。簡潔に言おう。君のその腕っぷしを借りたい。我々に協力してほしい。はあ？協力ってのはダチを売れってのか。誰がマッポの手先なんかになるかよ。他を当たりな。君の父親高宮平太は暴力団員を視察して現在実刑で服役中だね。それがなんだよ。刑務所内で受刑者に命を狙われている。刺されたのは暴力団幹部だ。彼らのメンツもあるんだろうね。未遂だがすでに2回襲われている。我々ならば安全な刑務所に移すのも可能だが、それは
君の返答次第だ。やり方が汚ねえな。聞きなさい、四季島重工業を知っているかね。ロケットに航空機、鉄道船舶から家電まで手広く作っている上場企業だ。その四季島重工が秘密裏に兵器を開発している。某国の核兵器開発に加担している可能性が高い。それが私と何の関係があるんだ。調査を続けた結果、兵器の開発に関与する子供数人の存在が上がった。いずれも高校生。四季島の息のかかった学校に集められている。兵器作るのになんで子供が出てくるんだ。興味を持ってくれたようだね。机の上の資料を見てくれたまえ。子供たちの名簿だ。そこまで分かってるなら四季島に踏み込みゃいいじゃねえか。表沙汰になるのは困る。この件に警察も関わらせたくない。マッポとは違うならあんたら何者だ。特殊法人の情報特務機構、政府が秘密裏に設けた、いわゆるスパイ機関だよ。私は特機の理事長で君のボスになる。具体的な仕事の説明をする前に何か質問はあるかね。1年 B 組冬坂伊織、2年 A 組郷戸蓮也、1年如月比べ、1年 C 組南夏の。その子供たちを調査するのが君の仕事だ、高宮ゆき。なんでなっちゃんが。あ、そいつは紹介しておこう。東雲涼子くんだ。彼女も潜入捜査員。君の先輩だな。まずは彼女と同様に桜高校へ移ってもらう。転校の手続きはこちらで処理しておく。勝手に決めんな。まだやるなんて言ってない。あんたも弱み握られてんのか。この子が例の。そうだ。おい無視するな。この様子じゃ何も知らないのね。なんだか腹立つ女だな。難しい人ですね。難しい人ですね。どこへ行く気だ。やってくれるね。私の知ったことか。彼女協力させるのは無理じゃないですか。そうでもない。彼女は協力するよ。そういう運命だ。今日も学校に来てなかった。どうしたんだろうなっちゃん。いいか、お前確か1年 C 組だろ。そうだけど何か用。その同じクラスに南夏野がいるだろ。もう3日休んでるわね。なんか聞いてねえか。先生は体調不良だと言っていたけど
本人から連絡があったのか。さあ、うん、呼び止めてすまなかったな。ミワちゃん、イオリちゃん、どうだった？やっぱり学校に連絡ないみたい。夏菜ちゃん、どこにいるんだろう。どうする？夏菜ちゃんの家、今日も寄ってみる？でも、きっとあの人たちが。おい、ちょっといいか？いや、その、今の話って南夏乃のことを話してたんだろ。あなたは？高宮だ。それより知っているなら教えてくれ。なんで夏乃は休んでるんだ？家に帰ってないみたいなの。昨日なっちゃんの家に行ったけど、インターホン越しにお母さんが謝るだけで。警察の人来てたよね。あの人たち警察かな。いや心配だな。教えてくれてありがとう。うさみちゃん、ごめん待った？ううん、行こう。何をやっているの？何だってんだよ。目立たないようにと忠告されたはずよ。そうだったかな。お父さんの件忘れないで。ああ。それと南夏乃の件には首を突っ込まないで。何？まさか。さっき聞いた警察ってのは特務機構のエージェントよ。南夏乃の事件は私が担当の調査に関与してるの。足を引っ張らないでいいわね。おい待てよ。困るな。接触を避けるよう言ったはずだが。南夏乃はどうなっている？説明してもらうぞ。思春期によくある家出事件。警察はそんな理由で学校には病欠。誰もまともに取り合わない。あんたらの指示なんだろ。そうだ。だが君に説明できるほど捜査は進んでいない。彼女の行方も生死も不明だ。我々は拉致されたと見ているが。誰が？一体そんなことを。敷島か。彼らがその気になれば穏便に確保できる。事件になるような手法を取る必要はない。別の勢力だ。東雲が追ってるってやつか。おそらく失踪を手引きした者がまだ学校の周辺にいる。危険だ。君はこの件に手出しをするな。東雲君に任せておきなさい。ユキ君、君は指示通り子供たちの監視を。いいね。ふざけんな。